ポルシェ928はポルシェが1978年に発売したスポーツカーである。スポーツ性能とラグジュアリー性を兼ねた車両として比較され生産された。928は一部の911オーナーも取り込むことに成功した。運転席エンジンルーム室内1973年当時のポルシェの社長である。 エルンスト・フールマンがポルシェ911に代わる新たな主力とすべく当時911よりも上級であったジャガー E タイプやアストン・マーティン、フェラーリの12気筒モデルなどのプレミアムスポーツ、また高級パーソナルクーペの BMW6 シリーズやメルセデス・ベンツ SL クラスなどをターゲットシェアに企画、開発され1977年3月に新世代、 ポルシェのフラグシップとして登場した。駆動ユニットは自社製の V 型8気筒エンジンをフロントミートに搭載した FR でトランスアクスルが採用され、車重の理想的な前後配分に貢献している。911とは対照的にエンジンは水冷でコグドベルト駆動、ハイドローリックタペットなど当時の新鋭技術を満載している。燃料供給は 当初ボッュケ系ジェトロニック。トランスミッションは5速、MT、またはメルセデスベンツ製3速 AT が選択できたが、日本では初期型の928及び 928S、またマニュアル専用の 928GT を除いて、AT 搭載者が圧倒的に多い。928S4 からは AT が4速に、 なっているが、通常は二足発進からの自動変速となる D レンジを選択、途半などは一足ホールドとなる G レンジを選択する。コーナリング中にかかった横荷重により、外側後輪が機械的に最大ド度等をイン側に向けてリアのコーナリングホースを安定させ、従来モデルよりも安定したコーナーリングができるようにしたバイザフハークスルが採用された。 この考え方はその後の日本車に搭載された 4WS やメルセデスベンツが 190E から採用したマルチリンク式サスペンションに大きな影響を与えた。内装はメーターパネル全体がハンドルと一緒にティルトし調整できるシステムを採用している。T 字型のなだらかで上員を包むデザインのダッシュボード形状は2台目ソアラや Z32 日産、フェアレディ Z、 NSX 等1980年代中盤以降の日本車に多く採用された。バッテリーボックスは荷重を50対50に近づけるとともに強振を抑えるスタビライザーとするためトランスミッションに固定されている。外装は全体的に卵型のシルエットにポップアップ式、ヘッドランプを採用しているのが特徴でライトを点灯すると前方に目が飛び出たように見える。また、 北米の安全基準に適合したボディ一体型の衝撃吸収バンパーも装着している。進化系の S4 に関しては、そのコンセプトが後のフェラーリデスタロッサやフェラーリ456に影響を与えたとされる。ほぼ全てが専用設計でありポルシェ量産車のフラグシップとして生産されていたが、ポルシェの経営悪化に伴い1995年に生産中よされた。 以降、928の実質的な後継者は発表されていない。いくたの年次改良は施しているものの、ポルシェの単一車両形式としては、ポルシェ911の930型の15年、ポルシェ356の18年を上回り、最長寿である。なお1978年ヨーロッパカーオブザイヤーを受賞しており、これは現在までスポーツカーで、 唯一の受賞となっている。詳細は W ポルシェ928ポルシェ942を参照。ありがとうございます。